ちよみチャンネル。いや普通に今ってホットコーヒーとかっていただくの？ホットコーヒー、はい大丈夫です。今直接飲めたりします？はい大丈夫ですよ。あら、じゃ飲みたいな、はい、そうですね、うん、せっかくだ。いいですか、いっぱい。じゃあ、はい、いいですか、ホットコーヒーですね。はい、 お金持ってきますか？あ、ペイペイ、ペイペイでもいいの？ペイペイですね。はい、ありがとうございます。あ、ちゃんとドリップしていただけるんですか？はい、ドリップします。嬉しい。どうします？ホット、ホットで、ホットで、はい、ブラックでもします。はい、これ嬉しいの。これはいいですね。ね、え、本格的な。すみません、じゃあアイスカフェオレもいただいていいですか？アイスカフェオレも。はい。かしこまりました。道。これってなんかどこかに店舗さんがあるっていうことなんですかね？そうですね。市内にあるんですけれども。はい。北方高校の、近くに、はい、ございます。こちらですね。これどこかに載せても大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。うわ、そうなんだ。いいですね。なんかね、見たことない感じが。そうですよね。いや、いいね。直接豆もあって、だってヨシさん家で豆引きますもんね。うん、引く引く。お勉強いろいろしてるところというか。だから豆見るだけでテンション上がっちゃう。あ、これまさか初めてのヨシフミチャンネルとコーチューブがこうぶつかった瞬間じゃないですか、これもしかして。取り合いで今勝負してるから。いや、何勝負？ほら見て。え、怖っ。うわ、怖い怖い怖い。怖いなぁ。あー、そう。そう、そういうやり、やつだった。物理的に、物理的になるんだ。しかも気づいたら力ついてたタイプだ。よかった。勝てないと思ったら勝てた。いや、これコーヒーで市内にあるコーヒー屋さんが今出店されてて、お豆も売ってますし、うん、あとなんかあれらしいよ、ミルクをちょっと入れるとちゃんとコーヒーになるっていう、なんか濃縮されたコーヒーらしいですよ、これ。じゃあカルピスの原液みたいな、まあそういう感じでコーヒーが飲めるよって。そういう言い方すると、なんかちょっとなんかちょっと変わった表現になっちゃうんですけどね。いや、すっごい分かりやすく言うとだよ。すっごい分かりやすく言うと、まあ、もっと難しく言えるよ。言える。あのラーメンを作るときに、はい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 、まあ鶏ガラとかいろいろ。カルピスでいい、カルピスでいい。カルピスでいいよ。で、最後にこう出汁入れてお湯を入れる。いや、いい、茹で汁入れる。カルピスでいいって。いいよ、大丈夫。カルピスと水でいい、それでいい。ああ、開いてますよ、車。あ、はい、俺、はい、おかしいじゃん。いやいや、出すよな。出しますよ。ヨシミチャンネルでしょ。PR 費として出す気だ、これ。豆も欲しいなと思って。あ、豆も。あ、いいね、いいね、いいね。どれなんですか？なんかいっぱい紹介文がこうあるんですね。ホンジュラス。あ、わかんない。出す人来たわ、うん、もう一人。あ、今日この場ではヨーマさん以外お金を払う。そうだそうだ、こういう濃縮されたコーヒー。ヨモさん行ったことないんですかね、この喫茶店。日々コーヒーカフェないかもな、もしかしたら、はい、こうやって、お米の、はい、豆ってこれの中だと、お米ですね、はい、だと、こちらですかね、アフリカのブルンディコーヒーなんですけれども、はい、深入りになってるので、まあ、しっかりボディもあって、はい、あ、はい、これが深入りだ。そうですね、書いてありました。これが深入りですね。なってる。はい、これ美味しそうだな。今頼んで、はい、あの普通にもアイスラテとホットコーヒー1個お願いします。頼みます。これ嬉しい。僕はあの深入りが好きなんで、重めっていうんですよ。あ、そういう違いすらあんまり、まあ、僕とか分かってなかった。僕も最近です。あ、そうです。最近でも浅入りがちょっと薄めのやつがちょっと紅茶っぽくなるんですがトレンドとは言われてるらしいので。へえ。で、僕は重いやつもずっしりして、コーヒー、エスプレッソ強めの、ね、あ、じゃあ普通に喫茶店行ってよし君、はい、俺おごりますよ。あ、ええ、どうする？本当ですか？どうしますか？え、いいんですか？いや、いいよ。マジで？もうみんな、え、じゃあアイスコーヒー。お前は言ってねえよ。皆さん一人一品ずついる人全員じゃないんだよ。北方の太陽が全部出す。はい、人にはおごれます。あ、そういう、あ、僕が北方出身だから。よくあるやつ。優しいな、地元の人に。本当にアイスコーヒー。しかもこのブルンディって聞いたことない。僕カフェオレにしました。でもね、やっぱアイスコーヒーじゃない、ちょっとこれ気になってるんですよね。薄めだから。でも絶対にカフェオレにはなっちゃうんで、濃縮されたまんまって飲めない。そうですね、そうですよね。水でもいけちゃう。
水でもいけますけど、一応ミルクに合わせるようにはなってるので、あとはまあアイスかけてもらったりとか、まあ、ちょっとお酒にからってみたいな。てかなんかすごい映えてるな。はい。ゆうさん何ですか？買うやつまとめて。買うやつまとめて。ゆうさんどれですか？豆、これがいいかな。これ。じゃあこれヨーマさんのところに3000円ならあるから。3000円、あの今日お母さんに渡された。お母さんに友達来るんでしょって言ってご飯食べる。3000円なの。高校生じゃん。大体3000円。高校生のお祭りやん。ちょっともうちょっと欲しいなって思う。なら5行こうよ。で5なら1。これだけでいいですか？わがままにね、だんだんなってくる。今思えばいらないんですけどね。あ、そんなに。そう、ドリンクがコーヒーとカフェラテ、はい、カフェラテ、はい、そう、はい、もう一個コーヒー、もう一個コーヒー、はい、あ、それはアイスですよね。そうですね、ホットコーヒー、アイスコーヒーとアイスカフェラテ、カフェラテ、こちら、はい、こちら大丈夫ですか？お、まさか大丈夫じゃないです、どれだ？どうします？いや、俺はいい。いらん。僕ですよ、欲しいのは。僕、じゃあどれいいんですか？どれがいい？こっち変えたね。そうですね、デザイン的にも、うん、でも、ディカフェなんですよね。ディカフェなんです。じゃあディカフェいただこうかな。はい、カフェインレスの方で。やったー。3000円超えるじゃん。夜でも飲める。3000円超えちゃうよ。嬉しい。吉文チャンネル。あ、本当にちょっとやばい。ずっと多分眠い時にこうやったらアップロードしちゃってる。だからここぐらいで終わるっていう。全然やった。あら、いただきました。いただいたすか？ありがとうございます。ありがとうございます。やった、感謝してる。ディカフェ一番感謝したわ。嬉しい。 iPhone 自分なんだよね。あ、撮影は。あ、コーヒー、ありがとうございます。じゃあアイス、いただきます。ありがとうございます。まあ、吉見チャンネルだから。いただきます。どうもありがとうございます。やったー。お兄さん、ここでしょ？そう、このペンの後のエプロンがすごく好きでございます。ペンのままこう刺し刺しててこんな感じになっちゃって伝わります。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ヨマさん、ありがとうございます。いただきます。はい、はい、やったー。ありがとうございます。あ、もっと感謝してもらって。本当にありがとうございます。今後とも。しかもこれどうなってんの？おお、こういった蓋なんだ。おしゃれだ。マイルド、これはマイルドですね。おいしい。このヒネモスブレンドっていうブレンドなんです。こちらです。こちらのホットコーヒーをいただきます。初めて聞きました。ヒネモスブレンド。ありがとうございます。じゃあラーメン食べ行きましょう。ラーメン、ラーメン食べ行きましょう。ラーメンね。じゃあアイスコーヒー。はい、どうぞ。美味しいアイスコーヒー。